味しいクレソン届けてくれたんだね。じゃあしっぺ、このクレソンを使って美味しいお料理作ろうね。カツオとクレソンのタルタルを作っちゃいます。では早速しっぺいの腹ペコクッキングスタート。先生お願いします。お願いします。さあ今日はどんなものを作っていただけるんですか。はい、今日はこのようなお野菜材料を使って作っていきたいと思います。ここにあるのはクレソンと、このお魚はカツオですよね。はい、カツオです。さあそれではどういうふうに作るのか教えてください。はいはい、まずクレソンですね、細かく刻んでいただきます。うん、幅はこの程度、1センチ以内がいいと思いますね。はい、次にカツオをサイコロ状に切っていきます。はい、下準備できました。では続いては、はい、はい、つけだれの材料を混ぜていきます。じゃあまずオリーブオイル、バルサミコ酢で、レモン汁、そして醤油、で塩、胡椒少々ですね。はい、じゃあしっぺくんに混ぜていただきましょうか。お手伝いの時間となりました。はい、じゃあお願いします。混ぜ混ぜできるかな。混ぜ混ぜ、あ、上手上手、混ざってる混ざってる。はい、いいねいいね。先ほどカットしましたこちらのカツオも、はい、はい、加えます。クレソンさらに混ぜてまいります。一緒にもう入れちゃっていいんですね。はい、入れちゃって大丈夫です。で、ある程度混ざりましたら10分程度置いていただきます。待ってて、しっぺ待ってて。はい、10分経ちましたので盛り付けをしていきます。はい、うん、美味しそう。さあこれでカツオとクレソンのタルタル完成しました。はい、完成しました。そしてどのように食べるのがおすすめですか。はい、パンにマヨネーズを塗ってその上に乗せてお召し上がりいただきたいと思いますね。うん、すごいおしゃれですね。はい、ちょっとしっぺお手手が出てるよ、お手手が。じゃあしっぺやってみようか。はい、じゃあお手伝いお願いします。はい、ちょうだいちょうだいしてます。待ってて待ってて、乗せますね。はい、適量乗せて、はい、待ってない。はい、どうぞ。あー、あー